じゃあ安田店行くか。ここ普通にね、なんか入園料とか取られなかったんですよね。今はどうだか知んないけど、なんかよく言ってましたよ。何やら、最近ここで事件があったようで入り口が封鎖されていたが、この時間は特に見張りもなく侵入は容易だった。が、何？なんか上になんかない？違うか。周囲。立派な庭園が広がっている。閉園しているので管理人や一般客の姿はない。敷地内には特徴的な形をした両国公会堂もあり、より日常とかけ離れた空間を感じる。うん。お、旧安田庭園について。墨田区の管理する回遊式庭園で、大きな神事池を中心に雪見道路の並ぶ散策路を歩けば、四季折々の花木の鑑賞や、野鳥観察も堪能できる美しい日本庭園。江戸満を埋め立てながら拡大していった江戸では、海水を引き込むことで干満による景観の変化を楽しめる潮入りの池が各地に存在したが、旧安田庭園もその一つであった。当初は隅田川の水を引いていたものの、洪水対策で不可能となり、現在は別の形で再現している。へえ、そうなんだ。池はないか。周囲。さっきも、まあ全然あんな後ろまで見れるって分かんなかったから。あ、誰かいる！え？何いきなり。あら、どうするのか、決心ついた？あなたの。何？大事な大事な。何？のろい、呪詛玉。この人もかしり主？そう。さっきこの庭園に侵入した際、敷地内にいたこの女性に背後から声をかけられた。あ、そうなの？知らなかった。怖い怖い。お待ちしていました。私、呪詛玉を持っています。突然の宣言に俺が返す言葉を失っていると、女性はこう続けた。そして、今すぐにでもあなたを呪い殺せる状態にあります。あなたの呪詛玉を渡してください。そうすれば命までは取りません。ひとまずその場は考えさせてくれとだけ絞り出すように答え、そして今に至る。さて、ちょっともうちょっと周り見ていい？周囲。何それ。周囲は周囲っていうのしかないのかな。あ、ちょっと考えてみようか。くそ、バレていたのか、俺の行動が。俺を呪い殺せる状態にあると言っていた。相手の条件をすでに踏んでいるようだ。ハッタリの可能性もあるが、うん、それもあるね。一方的に俺の情報を持っているようだし、事実の可能性は高い。そうなのか。呪詛玉は渡せない。ならば、まずは握られている命を手放させる呪いの条件を探る。とにかく相手の興味ありそうな話題で引っ張って情報を集めよう。なんかさ、呪詛玉くれっていうのは言われた、あの最初のやつにも言われたか。最初のあの会社の上司に言われたけど、呪詛玉を、他の人の呪詛玉を手に入れて、なんかあんのかな、いいことが。かしり主、二つのなんか呪詛のかしり主になれるのかな。この人の様子を見よう。30代くらいの女性だ。いかにも格式高い家庭で育ったような品の良い佇まいがあるが、どことなく影があるように感じるのは、こういう場所だからだろうか。あと、こういう時間帯だからだろうか。確かに。まあ、ちょっととりあえず話聞いてみるか。あら、
まだ決められないの？優柔不断な男。いや、ことの次第では受相玉を渡してもいい。少し話を聞かせてもらってもいいか？ええ、どうぞ。上から行くか、受相玉のこと。俺の受相玉を奪って、そうなのよ。どうするつもりなんだ？なんかあんの？メリットが。あなたの受相玉ね。あ、よう知っとるね。そう、いくつ溜まってるか見てみればよかったな。サイコンがとっても溜まってますでしょ？すごく殺したのでしょ？そうなのよ。こいつ結構さ、ノリノリでさ。そんなことまで知られてるのか？私も手荒な真似は避けたいから。7。あ、カウントダウン始まった。ちょっと見てみよう。87だ、やっぱり。あ、ごめんなさい、間違えたわ。7ってなんだろう。まだチェックがついてない。蘇りの秘術っていうのが現れたから、これ聞いてみようか。再婚が目的ってことは、あんたも蘇りの秘術を求めてるんだろう。比べるものでもないが、どんな事情か聞かせてもらってもいいか。あら、それってあなたの事情よりも重ければ譲ってくださるとでも？ああ、考えてもいい。だから話を。嘘つき。え？そんな生半可な覚悟じゃないでしょ？あなたも私も。ほら、カウントダウンしてるもん。え？あんま余計な話しちゃダメってこと？考える。今ここに来た時から俺が満たしている条件ってなんだ？こうしている今も踏み続けていること、考えられるのは、例えば身につけているもの。何を言い出すんだこいつは。今ここで俺が突然全裸になったら、相手の呪詛を回避できるかもしれない。いや、ダメだ。一瞬で脱げるわけじゃない。おそらく脱いでいる途中で殺される。それに完全に変態だ。その通りだよ。あるいはそれ以外だと場所が条件になっているとか、ここの落ち葉なき C の呪いの条件がこの場所にいることだとしたら、ここにいる限りは条件を踏み続けていることになる。その場合ももう逃げられない。敷地から出る前に呪詛行使が可能だ。一度踏んでみればわかるかもしれないが、やり直せでもしない限り無理だ。うん、やり直せるんだな。じゃあこれは私にやり直すこと前提でいろいろやってみろって言ってんのかな。なんかこれが一瞬さ、人影に見えたんだ。大丈夫だね。なんかさっきの音量の話とか考えるとさ、なんかここにいる時間を分数で測ってるとかもなんかありえそうだからさ。あら、これもついてないな。じゃあ自己紹介しよう。話し合うためにはまずお互いをもう少し知っとこう。俺は大きい。ダメ。え？やめておきましょ。だって名前なんか知ってあなたに情が湧いたりしたら殺しにくくなってしまいますもの。そうか。ええ、そうでしょ。5。ほらね、カウントダウン始まってる。これが0になったらアウトかな。これ全然つかないもん、チェックが。他の貸り主の呪詛玉の再婚って合算できるのか。そうね、合算とか分配とかさ、そこら辺のルールわかんないよね。さあ、でも試す価値はあるでしょ。つまりあんたは再婚は欲しいが、自分の手を汚したくないから他人が貯めたものを奪おうってことか。ちょっと当たり、ちょっと外れ。手を汚したくないわけじゃない。これっきりで済ませたいだけ。ね？4。
チェックついた。つかねえ。ちょっとつくまで聞いてみるか。俺の呪いの条件をあんたが先に踏む可能性もあるが、どうぞ。でも踏んでいたらそんなこと告げずに行使しているのでしょ。だってあなたのことですもの。のノリノリでさ、ノリノリでやってるからなこいつ。クソ、まさか知ってるのか、さっきの学生のことを。いや、しかしもしこっちの条件まで知っているのならそれを隠す必要はないはず。なぜなら俺の条件を把握していたら絶対に自分からは踏まないからだ。そうだね。だからまだ知らないんだ、チャンスはある。後ろ後ろって言うわ。ちょっと後ろ振り向いてみてって。勘違いしないでね。何がだ。すぐにあなたを殺さずこうして話をしているのは私の気まぐれ。最初から対等に交渉できる立場じゃないってこと。3。やっぱチェックつかない。聞いてみよう。ちょっとすごく本当は殺せないんだろ。さっきからの妙なカウントダウンもそうだ。ただの脅しだ。俺は脅しには屈しない。だからここは一旦諦めて。だったら試してみればいい。あと3回数字を告げさせてみればいい。2、でなければ向こうが優位な立場でありながらこの場を立ち去るのは難しいか。やはり呪詛を使わせるくらいしかも思いつかない。やばい。呪いを受けてなお反撃できる機会なんてあるわけが。まだつかない。この話はもう終わり。1出た。これでチェックついた。あ、ついた。じゃあ、よみがえりの秘術。息子がね、今小学校6年生なの。生きていれば。あ、最高学年になったら小さい 1,2 年生の面倒を僕が見るんだって。正義感と責任感の強い子だった。いじめられてる子も放っておけなくてすぐにかばうんだけど、喧嘩は点で弱くってね、よく泣いて帰ってきたんだけど、でもそれは助ける力がない自分のことが悔しかったのね。将来は警察官になるんだって。わかったわかった、もういい。あら、もういいの。ああ、そんな話をされたらこっちの覚悟が変わらないことが申し訳なくなる。まあふふ。だから言ったのに。ゼロだよ、ゼロ。はい、終わり。残念ね。え、ここまでってこと。あ、なんかいる。なんだ、これは誰だ。さよなら。何？なんだろう、燃えてる人がいる。あ、火だ。ギャー、熱い。火が熱い。焼け。火、あー、そうか、あれか、あれを持っていたせいか。え、ライター。あー、あいつ、そうか、あいつが俺をつけて。クソ、今さら分かっても。どういうこと、どういうこと。やっぱりあいつも関係あったんだ、あのジュリーも。うん、死亡死亡。なんか死に覚えゲームなのかこれは。案内人、いや案内人。なんと、どうやら荒磯様の望まない結果に進んでしまったようですね。うん、またなんだ。ですが今回はこれでようやく条件が分かったのでよしとしましょうか。ご安心ください。夫人との会話からいくらでもやり直すことができますから。でもだからライターを捨てろってことかな。だって捨てれる？かしこまりました。戻ったら大将をお忘れなく。ただし
そうだね。お家正吾はこのことには気づきようもないはずですから、あなた様が対応してくださいませ。持ち物。あ、捨てれる。お家正吾の心の中で捨てろ捨てろと声がしたのかな。このライターを捨てる。どうして今そんな気になったんだ。いいから捨てろ。よくわからんが、ていって100円ライターを放棄いたしました。ていもちょっと時代感じる。わ、恐怖してる。今あなた何したの。どうして、なぜ急にライターを手放したの。いや、なんとなくそんな気になって。うわー、すごい顔。どうして、どうしたんだあのうろたえようは。まさかあのライターが条件だった。なぜ、なぜ俺は、どうして。死んじゃうこの人も。キャー、またこの顔が、ゲホ、そんな、シュウイチくんっていうのか。かわいそうに。あの探偵いるんじゃない。ちょっとさ、これ溜まったんじゃない、もしや。だって87とかだったよね。もう溜まってない。溜まってるよ。やばかった。今回ばかりは危なかった。いや、私的にはさっきのメガネの男のところが危なかったな。わかんなくて。偶然か、相手の条件をなぜか解除できた上、すぐにあいつが動揺して逃げ出してくれて助かった。あのまま冷静に粘られていたら、きっと状況は膠着していた。そうだ、呪詛玉は今のでかなり溜まったはず。なんか震えてる。なんだ、うわー、あれ死んだ。ストーリーチャートが解放されました。何、新たなる世界が開けた。わー、なんだこのゲーム。すごい、すごい仕掛けがある。案内にお世話になっております。物語の途中ですが、ここでストーリーチャートについてご説明をいたします。ストーリーチャートに入りますと、このような感じの画面になります。こちらで今回の物語全体の構成を把握していただけるだけでなく、わかりやすそう。なんと過去のストーリーをやり直して異なる分岐ルートへ展開させることも可能なのです。これはすごいね。なんかアドベンチャーゲームっぽくなってきた。素晴らしい。まさに今の沖家翔吾が求めていた力と言えましょう。こちらのストーリーチャートは、本来であればあなた様が自由に使える機能だったのですが、都合によりここまではロックさせていただいておりました。ここからが本番か。これ以後は物語の区切りごとに一旦ストーリーチャート画面に戻りますので、次にどの話を進めるのかはその都度ご自身で選択をお願いします。へー、すごい。ちょっとじゃあ資料を見てみます。ゲームの遊び方が追加された。セーブのところ、ボイス音量まで見たんだね。その次のストーリーチャート、メニューのストーリーチャートボタンは、プレイ中のチャプターを途中でやめてストーリーチャートに戻る場合にご使用ください。ただし終了していないチャプターの途中でやめた場合は、また最初からやり直しになります。はー、なるほど。終了は、した方がいいんだ。じゃあ終了したチャプターは途中からのリプレイが可能になります。リプレイ時に何をしても終了前の状態に戻ることはありません。特定の箇所で出てくる中断するコマンドでストーリーチャートに戻った場合は終了扱いになります。チャプターの終了には2段階あります。終了扱いであっても、まだそのチャプターでやれることが残っている場合は消えずにひび割れた状態になります。へー、面白い。ほんとこっからが本番だね。攻略って感じ。ところで
こちらのストーリーチャートで過去に戻って行動をやり直すにあたり、どこで何をすればいいのかはお分かりでしょうか。お分かりですよね。そのためにここまで頑張ってきたわけですから。福永陽子が何をトリガーにしてあのように資することになったのか、ここまでにも何度かやってきたのでもう大丈夫ですよね。それを行わなければ、あ、そうだよね、え、振り返らなきゃいいってことか、振り返らせなきゃいいってことか、あ、押せのところで私が押したから、押したよね、確か押した、うん、分かった分かった。ただ先ほどのライターや声の件と同様に、沖江翔吾自身はそのことを知る由もありませんが、あ、ちなみにですけども、沖江翔吾がここまでにいや結構殺したよ、何人の人を呪い殺してきたかは把握されてますか。まあ陽子を含めるとしたら、陽子とあの会社の上司でしょ。で次にあのほら、あの男、ライターつけてたら死んだ男で、学生みたいな子も殺した、でメガネの男も殺した、で今の女性殺した、6人いるけど、あ、じゃあ陽子を含めないってことで5人、ほほう、え、なるほどなるほど、え、そのようちょっと待って、そのように捉えていらっしゃるのですね。ちなみに正解は、はい、0人 ?5 人だよ、5人合ってるじゃない。おお、見事正解ですね。さすが正しく把握されているようです。だから陽子含めなきゃ5人だよね。であれば大丈夫でしょう。それではストーリーチャート画面から物語の続きをお楽しみください。へえ。あ、そう。うわー。あ、で、ここのひび割れてるところがまだ不完全。まあ、全部不完全だね。なるほど、なるほど。うわー、なんか超面白そう。はい。わかりました。じゃあちょっと一旦ね、かなり区切りがいいところだと思うんで、もうちょっとやろうかなと思ったんですけど、一回セーブをしまして、まあ、これもやり直す意味ないもんね。まあ、でもいっか。一応4にしとこう。うん。で、もう一回やろうかな。あの、ちょっと一旦録画を区切ってですね、進めようかなと思います。またね。タイトルへ戻る。はい。なんかものすごい、あの、今までやってきたことは、序章だったって感じですかね。まあ、なんか、かなりサクサク、ノリノリで人殺していくから、ちょっと、バッドエンド一直線じゃんって思ってたけど、まあ、いろんな方法があるってことだよね。まず陽子さんを、呪い殺されないようにできるっていうことだもんね。ちょっとすごい楽しみになってきました。では一旦ね、ここで録画を区切ってまた、再開したいと思います。